VT1 から2の前面 GVT-04VT1 とは西ドイツで2両、試作された無法統計式の主力戦車である。2門の手法を備えるこの車両はバーセクストレジャーと呼ばれ試験車両の意を持つ。1970年代初期、西ドイツのいくつかの企業ではレオパルト1戦車の後継となる車両の概念設計を行っていた。この計画の名称は カンプフパンツァー3だった。この KPZ3 計画は一時、イギリスとの共同計画であったものの、ドイツ側が無法統形式の車両を要望したことによりイギリスは計画から離脱した。ドイツではすでにレオパルト2を開発済みであり、さらにもう一つ、通常形式の車両を作る必要性はなかった。計画に関与した企業の一つは、マシーネンバをキールであり、 VT1 から1及び VT1 から2を開発した。試験計画は実証段階で終了し、この2連装法を持つ無法当選者は技術上の多大な努力により製造はできたものの、実用と戦術的な投入の両方とも撤回された。最初の試作車両はマシーネンバオキールにより1974年に製造された VT1 から1である。一年後、 この企業は2両目となる VT1 から2を製造した。機動性のさらなる試験と、戦車に2門の手法を装備するという概念のために、1975年と1976年に5両の GVT が設計製造された。VT1 から1は MVT-70 戦車の車体を短縮したものを基礎としている。この車両は、 自動装填装置を持たず運用するには4名の乗員を必要とした。すべての VT 戦車は第二次世界大戦後の可能年ヤークトパンツァーのような伝統的なドイツ駆逐戦車の設計をある程度受け継いでいる。VT1 から2は下級機付きのエンジンを特徴とする。これは常用で 1500PS、緊急時には 2400PS を発揮した。 この車両は全部に3人分の座席を、レオパルト2との比較が行われ、ここで VT1 から2は、レオパルト2を上回る大きな優越性が何もないことが確認された。レオパルト2のエンジンはコンセプトが明確になっておらず、そこでもし必要ならば、VT1 から2のより強力な12気筒エンジンに、換装することもできた。レオパルト2はまた、 先進的な射撃管制装置を装備し、初段を命中させる可能性がより高かった。これは連想形式の手法が持つ初段命中率と同等であるか、もしくはのぐものだった。VT 戦車は以下を要こうとした。VT1 から1は2門の 105mm ライフル砲で武装し、砲には人力で装填した。 VT1 から2は2もの L44120mm 格好砲を搭載し、弾薬6発を自動装填する装置を装備した。GVT では砲を装備せず、代わりとして、これらの車両は手砲のシミュレーターをおにき装備した。模擬戦闘で、これらの車両は、パリジーレーザー射撃模擬装置を使用した。推進用のガスは天井に装備された 20mm 砲によって作り出された。 ありがとうございます。